食べ過ぎでしょう、ちくわぶ。もうそれで3本目。じゃあ乾杯。気を使う、これって良い意味でも悪い意味でもあるけど、結局は親しき仲にも礼儀ありなので、気遣い合うことって大事だと思いませんか。こんにちは、今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。こちらのゲームは麻薬 G メンマトリがテーマの作品で、主人公はクソガキユイと名付けてプレイをしております。今回お送りするのは牧啓太本編ストーリー。情報屋かつ次期社長候補である彼と恋人のふりをしてきたはずが、本当に好きになってしまった物語です。ですが、その恋人のふりも先日別れ話をされてしまいました。牧くんの気遣いがあってこそのことなので、モヤモヤは残っておりますが、そんな昇進を癒してくれるのがこちらの夏目春くん。今度は彼といい感じになってしまうのか、そんな回になりそうです。それではご覧ください、どうぞ。全部忘れるまで死んだように眠りたい。しばらく朝日なんて拝みたくない。昨夜の私は割と本気でそう思っていたと思う。まあ別れ話の直後ですからね。朝を迎えるようです。はぁ、比喩表現ではなく物理的に重いまぶたに思わずため息がこぼれる。姿見に映った自分の目はちょっと笑えるほど腫れていた。涙のせいでしょうね。あの夢がとどめだったな。何もこのタイミングであんな思わせぶりなシーンを見なくても、まあ、夢の中ではうまくいっちゃったからね。自分が自分に対してここまでド S だとは思わなかったと、いっそ感心しながらキッチンへとのそのそと移動する。あったあった。昨日泣きじゃくりながらも冷蔵庫に放り込んでおいたスプーンを目に当てる。冷たさに小さく声を漏らしつつソファーへ座り込んだ。腫れを抑えるためにそこは冷静だったんだね。これでダメだったらとりあえず冷蔵庫に戻してシャワー浴びて、着替えながらタオルレンチンして温冷攻めだなってやってるうちに、家出るの遅れてラッシュ直撃するかもな。この間ストッキング伝染したし、今日は長いパンツにしよう。あ、そうだ、帰りにクリーニング屋寄らないと。どんなにショックを受けても、前に進む元気をなくしても、今日も今日とて今日は始まる。大人な感じだね。家に引きこもって打ちひしがれていることはできない。自分の日常がそういうものでよかったとぼんやりと思う。昨日はどうあれ、今日も私にはやることがある。しかも割とたくさん。悩んでる暇がないことが逆に幸せなこともあるもんね。よし、シャワー浴びよう。やることがある、だからやれることをする。幸いそうしている間は余計なことを考えずに済んだ。ん、夏目くん、どうかした。今日も気合入ったタイピングだなと思って見てただけ。気合入ったというか危機迫るというかな。ちらっと見る横顔がほぼ鬼なんですよね。ちょ、それは言い過ぎでしょ。まあ集中してるならどんな顔しててもいい。自分が仕事終わったからって邪魔するなよ夏目。いや、どんな顔でもって。後ろを通過していった青山さんの最後の言葉に思わず手を止めて頬に手を当てる。そんなにひどい顔してた。ひどいとまでは言わないけど、ここ最近はずっと迫力ある顔してるよね。迫力、まあ女性として言われてそんなに嬉しくないんでしょうねきっとね。まあ例の事件の裏にいる人間ちょっとずつ見えてきたんでしょ。それで気合入ってるんだろうなとは思ってるけど。ああ、うん、そう。明日か明後日タイミング見ていよいよ接触になりそうだから、しっかり準備して慎重に確実に行かないと。それじゃあ今日は定時で上がった方がいいな。え、あ、関さんお帰りなさい。ただいま。あ、それ、私が机の端に積んでいたものを丸ごと回収するように関さんは軽々と資料の山を持ち上げた。
ちょうど今から資料室に用があるから戻しておくよ。クソガキ、先週の後半からほぼ毎日残業してるだろ。今日はここまでにしてくれ。あ、はい。でももしまだ今日中にしないといけないことが終わってなければ俺が引き継ぐから。いえ、とんでもないです。大丈夫です。ありません。なら気兼ねなく帰っていい。幸運を詰めすぎずに体を休めるのも大事な準備の一つだよ。はい、ありがとうございます。あの資料も。優しい上司。ついでだから。それじゃあお疲れ。優しく微笑んで顔出ていった関さんに小さくため息が漏れる。そういう関さんもなんだかんだと毎回私より遅くまで残って仕事を、まあだから毎日残業してるのも把握してるわけですけれども、まあでも上司としてはね、若い社員さんより先に帰るってのも帰りづらいのもあるでしょうし、まあ演出として先に帰った方が下の子が帰りやすいみたいなのもあるかもしれないけど、その役目は夏目くんがね、ミスター5時15分としてやってくれてるわけだから、まあ新人としては早く帰るっていうのも仕事のうちっていうところもあるよね、とは言える流れじゃなかったな。関さんの言葉をありがたく少しだけ申し訳なく思いながらパソコンをシャットダウンする。帰れると思ったらなんか急にお腹空いたな。暇なら久しぶりに飲みに行く？え、行く。おでん？それ疑問形にした意味ある？いいけど。やった。いつものとこ席空いてるかな。電話してみようか。まあこの時間だし大丈夫でしょ。あ、ちょっと待った。ん？これ。いそいそと帰り自宅を進めていた手を一旦止めてそっちを見ると、夏目くんはいじっていた携帯画面をそのまま見せてきた。表示されていたのは私と夏目くん、そして彼の3人のグループチャット。彼とは？ああ、菅野くん。今仕事終わったって？3人で行く？あ、いいよ、そうしよう。同じ26歳、同い年トリオで行きましょう。ちょうどよかった。近々なんかお礼したいなと思ってたんだ。そうだね、菅野くんからもらった情報が今追ってる事件のヒントになったんだよね。お礼？うん、鬼の形相で鬼殺しでも飲みに行きましょう。このはんぺんうまー。ガヤガヤと賑やかな店内。何度目かの追加注文でテーブルに届いた山盛りのおでんをもりもり食べ進めていた菅野くんは大きなはんぺんを頬張るなり目を輝かせた。というか菅野くん、すごい食べるね。大食感なんですよね。見てるだけでしんどくなってきた。このぐらい普通じゃない？しかも今日ゆいのおごりだし。あのお手柔らかに、まあお礼とは言ったものの。あはは、大丈夫だって。ようさんと違って俺はちゃんとお腹いっぱいになるから。服部さんってそんなに食べんの？食べない人はあそこまで体でっかくなんなくない？まあそれは確かに。関さんとかもすんごい食べるしね。課長の仕事ってお腹すくんだな。そういうこと？和やかな切り口。そういう問題かな。あ、もう入ってないし、すいません、合理ください。はーい。あれも次焼酎にしようかな。ロックグラスください。一本だけ吸っていい？と言いながら返事を待たずにタバコを取り出す菅野くんの隣で喫煙者なんだね。中途半端に入った氷をなんとなしにくるくるもてあそぶ夏目くんが視線をやらないまま軽くうなずく。私は取り皿の上に卵を取りながらゆっくりと息を吐いた。なんかこういう楽さ久しぶり。いい意味でお互いがお互いにそこまで気を向けていないっていうか。ああ、そっか、あんまり目が合わないからそう感じるのかな。マキ君とご飯食べてる時ってもっといかんいかんいかん忙しさで忘れていたことを思い出しつつあるよ。ふっとつなげてしまいそうになった思考を断ち切るように卵に箸を入れる。スルンと抜けて割れずに逃げたそれを見て何とも言えない気持ちになった。あ、ゆい、タバコいや？あ、ううん、ちょっと考え事してただけ。どうぞどうぞ。じゃ、遠慮なく。考え事って？また仕事のことじゃないの？違うよ、おかげさまで操作は順調だから。ほんとその説はありがとうございました。どういたしまして。喫煙室でちょっと喋っただけだし
ほとんど何もしてないんだよね。ま、くれるっていうお礼は遠慮なく受け取るけど。そうしてください。その後、何かわかった？うん、いろいろと。お待たせしました。氷とグラスです。ごゆっくりどうぞ。どうも。周りをちらりと確認してから、椅子を引いて座り直し、向かいの席へと少し身を乗り出すような姿勢をとる。察しのいい二人が何気なくそれに習ってくれたところで、私は声のトーンを落として切り出した。例の窃盗の件、調べを進めたら、メリーメンっていう集団にぶつかった。メリーメンって、伝説上の義賊、ロビンフッドが率いるアウトロー集団の名前。裏サイトの名前もロビンフッドが根城にしてたっていうシャーウッドの森だったし、そこから取ったのは間違いないと思う。なるほどね。自分たちは弱気を助け、強気をくじく、正義の味方ですってことか。単純に直訳すると愉快な仲間たちだから、この復讐代行をゲーム感覚で楽しんでる感じもあるよね。うわぁ、なんか残念な若者の匂いがしてきた。さすが鋭い。ってことは、このサイトの創設者、この集団のトップである可能性も高いんじゃないかって、私たちが今慎重に追ってるのは、有名私立に通う大学生なの。わお。楽しげな顔をふっと横へ振り、菅野くんが煙を吐く。相槌は軽いものだったけれど、その目の奥には鋭さが宿ったように見えた。これから裏を取っていくけど、私はかなり怪しいと思ってる。当たりだったら絶対逃がさない。ぐっと手に力がこもった次の瞬間、べきとお箸の先が折れる不吉。あ、嘘。うわ、折れた。違う、待って、これ絶対脆くなってたって。すいません。夏目くん、ゆいって最近何かあった？さあ、ゴリラに生まれ変わったって話は聞いてないけど。あは、へえ、なるほどね。何がなるほど？ああ、びっくりした。まあ、仕事の話はこれくらいにして。あ、そうだよね、ごめん。新しいお箸ももらって一段落。絶妙なタイミングで仕切り直した菅野くんにうなずき返しながら、グラスに口をつける。その後すぐに思っても見ない角度から撃たれるとも知らずに。何？ヨイと夏目くんって付き合ってんの？ああ、むせ方がおっさん。夏目くんは冷静だね。違う、そんなわけが、ないから。というか待って夏目くん、今の聞き捨てならないんだけど。ゴフはアウトでしょ。ちなみに、ゆいちゃんのおしぼりならそこ。あ、これか、ありがとう。なんか夏目春本編なんですかって展開になってるけど。あれ？違うんだ。全然違うよ。そんな話になったこともないし。というか、なんでいきなり？前から思ってたんだけど、今日見ててもやっぱ仲いいからさ、お似合いっていうか、いい感じだなって。同い年だし、同業だし、この仕事してると部外者には言えないことも多いじゃん。そういう時に恋人が同業だと楽じゃない？まあ、それはね。部外者、言えないこと。普段なら何でもない言葉がまた何か余計なところをかすったのを感じる。まあ、マキ君とはその関係性だからこそこじれてるんだもんね。こういうの良くない。良くないっていうか嫌だ。0、1、1、2、3、5、8、13、21、34。フィボナッチ数列ね。これ分かる人少ないかもしれないけど、その数字の一つ前と二つ前の数字を足すとその数字になるっていうね。伝わるかな？まあ、この説明不要かもしれないけど、例えば5だとすると、その手前の3と2を足すと5になりますよ。8だと5と3を足すと8になりますよっていうね、そういう数列です。まあ、理系女である、理系女子である、このヒロインを描写してるんでしょうね。過敏になっている自分に呆れながら、嫌な感覚を力技で遠ざける。心の中で数列を追う私をよそに、菅野くんと夏目くんのゆるい会話は続く。まあ、それでいくと、俺もユイとは結構お似合いだなって思うけど。そういうの、自分で言うのが菅野くんっぽいよね。褒めてる？ある意味で。あは、それ、ほとんど褒めてないやつ。
まあそれじゃあ二人は付き合ってないとして、好きなやつとかいないの？恋バナ。え？限りなく正直な絵が漏れてしまった瞬間、しまったと思う。あ、その反応絶対いる。え？何が？あれな、知ってる人？おお、ここで選択肢か。知らない人、それより昨日のアザラシのニュース見た？まあ一番下を器用にかわせるようだったらこんなこじれ方はしてないような気もするんですよね。ヒロインとしては多分一番下は言えないタイプなんだと思います。まあこれが言えたらね、まあまた違うタイプの女性なんでしょうけれども、うん、ってなるのが本音な気がするけどね。知らない人か A とかのどっちかかなとは思うんですが、皆さんはどれだと思いますか？一応ね、この実況ではハッピーエンドに導く選択肢っていうのを優先的に選ぶように、まあ、手元にノートパソコンありまして、攻略サイトの力も頼っていくわけですが、どうでしょうね。まあなっちゃうのかな。自分の答えはそれだと思うんですが、どうでしょう。答えは、あ、そうなんだ、外しました。一番上の知らない人だそうです。嘘をつくのはちょっと珍しいね。いや、知らない人だけど。マキ君とは一応知り合いではありますよね。とっさに嘘を答えた直後、再びしまったと後悔する。知らない人だけどいるんだ。失敗した。今のは絶対いないよって言うべきところだった。まだそんなに酔ってるつもりないのに、もう、まあ、この話だと判断がつかなくなっちゃうんだね。まあ俺の知らない人なら誰って言ってもあれだけど、順調って感じじゃなさそうだな。それは別に順調とも違うとも言わないけども、なんでそうなるの？なんでって、順調な人は親の仇みたいな勢いで芋焼酎かっくらわないでしょ。今日やけに飲み方勢いあるなと思ってたんだよね。事情聴取されてますね。いいか、もう別に。変に隠す方が気にしてるみたいだし。はいはい、白状します。焼け酒ですよ。この間振られたからね。え、マジか。まあ生きてればそんなこともあるよね。から元気にならないように、けれど重たくもならないように、なるべくさらっと聞こえますようにと願いながら頬杖をつく。それで最近あのブレスレットしてないわけね。なんで。いや、わかるでしょ。あんな毎日つけてたもの、急に一切つけてこなくなったら。いちいち突っ込むことじゃないから言わないだけで、いつきさんとかしゅんさんも気づいてると思うよ。しれっという夏目くんを前に、何と言っていいかわからなくなる。まあ、気遣って声をかけてくれていたんでしょうね、冒頭の描写もね。いろいろ思うことはあるんだけど、とりあえず、マトリの観察眼、恐ろしすぎない？まあそういう仕事ですからね、職業病もあるかもしれません。その人にもらったやつだったんだ。まあそんなところ。そっか、捨てた？そんな極端な。いや、俺だったらどうするかなって考えてみたんだけど、目に入るたびに決意レベルだったら捨てるかもなって思って。まあそうだとしても物に罪はないから捨てるのはちょっとね、環境にも悪いし。あは、環境、さすが。もう、吹っ切れた？いい大人が、いつまでも落ち込んでられないでしょ。三度目の正直。今度は、良かったと思った。でも、夏目くんはなんか感づいてる感じだったけどね。うまく笑えたと思った。変な間も開かず、声も上ずらず、自然に。嘘じゃない。もう、落ち込んではいない。気持ちにそれなりの折り合いはついた。まあ期間も経ったんでしょうからね。マキ君がまだ好きだ。何かのきっかけがなければ多分これからも。未練がましくて嫌にはなるけれど、思うのは自由だと思う。まあこれよく聞く話ですよね。付き合ったこともない人間のことをなかなか嫌いにはなれない。まああくまでまだ恋人のふりですからね。一歩踏み込めてないからこそ嫌いになる理由もないんでしょうね。けれど言葉や行動で表してはいけない。恋人のフリは終わった。離れたいと言われた。これでもなお近づこうとすれば、今度は私がストーカーだ。それはさすがに笑えない。そうだね、ストーカーを撃退するために恋人のフリをするっていうつながり方だったのに、その結末は良くないよね。
それより、そういう菅野くんはどうなの？あれ？彼女はいないよ。彼女はって何がいるんだか？そこ聞く？あ、酒もうない。すいません、もう一本。またボトル頼むの？ゆいちゃんのおごりだし。夏目くんにおごるとは言ってないんですけど、まあくまでね、菅野くんへのお礼だからね。まあまあ、夜は長いし、飲もうよ。っていうかそうだ、この間、宗星さんがさ。そうして、三人での飲み会は、結局、終電ギリギリまで続いたけれど、まあ定時で上がってるから結構長かったんだね。私の好きな人のことも、ブレスレットのことも、二度と話題に上ることはなかったし、結局会計は、一円玉積み勝負で負けた、菅野くん持ちになった。そうなの？まあ、お礼はね、言葉で伝えたからね。さすがに今日は、と食い下がったところで、変なこと聞いたお詫びだと軽く言われた瞬間、少しだけ泣きそうになった。いい友達を持ったね。翌日、クソガキはまだ帰れないのか？霧のいいところまであと少しだけ。では今日はお先に失礼します。明日はよろしくお願いしますね。はい、お疲れ様です。ゆいさんと今おじさんが乗り込んだエレベーターが閉まるのを見届けて大きく伸びをする。いよいよ明日接触か。今やれることは全てやった。息抜きもしたしね。あとは最終確認だけだ。その前に冷たいコーヒーでも、と自販機の方へ足を向けかけたその時、携帯が知らない番号からの着信を知らせた。怖いね。ん？少し迷って通話ボタンを押す。出るんだ。もしもし。あんまりね、女性の声で出ると良くないって言うけどね。すいません、クソガキさんの携帯ですか？はい、クソガキは私ですが、名字をこれにしたせいで悪口に聞こえるけれども、まあ、名前も普通に名乗っちゃったね。あ、よかった。あれ？この声、どこかで、誰でしょう？あの、失礼ですが、そちらは？ああ、ごめん。俺、マキです。え？マキ、ナオズミです。マキくんのお兄さん。ナオズミさん。ハトリに番号聞いたんだ。ごめんね、勝手に。ハトリさんから一報あってもよかったんじゃないのこれ。まあ、でもそれぐらい急ぎだったってことか。いえ、それは全然構いませんが。どういうこと？以前と変わらない穏やかな口調は、しかしどこかこわばっているように感じる。どうして今、私の元へ直澄さんから電話がかかってくるのか。その理由を驚いて一旦真っ白になった頭で必死に考える。どうしても話したいことがあって。私にですか？うん、それで、実は今、合同庁舎の近くまで来てる。え？急に押しかける形になって、本当に申し訳ないけど、外で気軽に話せることじゃなくて。携帯を持つ手に力が入る。心拍数が上がっていく。私に話したい。外では気軽に話せないこと。それって、クソガキさんの仕事。俺の噂に関わる話って言えば、わかるかな？濡れ衣着せられちゃってますからね。どうぞ。と直澄さんの話が気になるところではありますが、今回はここまでにしておきましょう。濡れ衣を着せられている可能性が高いと見ているとはいえ、今回追っている薬物事件の容疑者ですからね。そんな彼が自らマトリの庁舎にやってくるということは、相当な意味のあることが起こりそうな予感です。そもそもね、この直澄さんの容疑が晴れれば、マキ君との関係性も修復可能な段階なんですよね。そのあたりを気遣い合った結果が、恋人のふりの解消、別れ話だったわけで。まあ、気を使わない間柄が理想像として最上級と思われがちだけど、それでも冒頭で話したように、親しき仲にも礼儀ありだと思うんでね。さらにその先の質の高い関係性に向かっているのかなと、そう信じながら実況を進めていければと思います。さて、そんな感じで
男性目線で彼の気持ちを紐解いていく形で乙女ゲーム実況をさせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。